みんなあっという間なんやけどさ、次の曲で最後です。次の曲で最後です。元気やね、ありがとう。元気やな、みんなありがとうございます。ほんまに、本当にね、私大阪で箱ライブすることがめったになくて、初めてなのかな、あれちょっと忘れちゃったんだ。忘れちゃったんやけどさ、あったごめんごめん、さあちゃんの主催出たわ、そういや、ごめんごめん、そうそうそう、あの記憶力が乏しくてね、ほんまごめんな。そうなんですよ、そう、それででもめったにほんまに大阪で歌うことないから、こうやって今日誘っていただけたこともほんまに嬉しいです。なずなちゃん見てるかな、ありがとう。あのほんまにね、素敵なご縁ですよね、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。また行きます、ありがとう、ありがとうございます。皆さんほんまにね、一つだけちょっと余談をしてもいいですか。あの私本番、あの海輝さんが最後の一曲歌ってる途中くらいにもうスタンバイしてなかんのに、なんか知らんけどな、持ってきたハムマヨパン食べたくなって、めっちゃ口に思いっきり詰めてお茶がぶ飲みしてもぐもぐしながら舞台袖に待機してたんですけど、したら今ずっとここにハムマヨパンおんねん、胸んとこに。拍手じゃないで、ここもめやけど、全然拍手じゃないで。そう、そういう余談があるんですけども、そう、ハムマヨパンと共に歌ってます。そんなに言ってるかわからんな。最後の曲いきましょうか。最後の曲、この曲はみんなありのままでいていいんだよっていう曲です、簡潔に言うとね。あとは歌詞に着目して聴いていただけたら嬉しいんですけど、最後の1曲もすごくすごく盛り上がる曲なので、最後の1曲皆さん手拍子とかしていただけたら嬉しいです。ということで、最後の1曲、うん、これ立っていいの、立っていいの、これいいの、わからない、いいのかな、あ、いいの、じゃあ立ちましょうか。皆さんありがとう、ありがとうございます。一つだけみんなにやってほしいことがあってさ、この曲のサビの最後に君だけなんだよっていうとこがあるのね。そこでみんなこうやって1をこうやって君だけなんだよで1を掲げてほしいの、いいですか、はい、ということでじゃあ歌い始めます。聴いてください、最後の曲です、星影。皆さん最後の1曲まで楽しんでみてください。ありがとうございます。
きくしんと吸しよう。人は見らないもの。